今回はポーションをたくさん作ってみよう、という回です。ま、この企画の本領発揮、ってとこだな。で、その店びらかしてるアイテムは何さ？これはオーグメンチン、じゃなくてオーグメントの一つで、バニラにはないポーションを作るために必要となります。ほーん、バニラにはないポーションとな。なので、どうにかしてそのポーションの制作をほぼ自動化できないかと頑張ってます。とりあえず最初の工程、奇妙なポーションを作るところは自動化できてるんですが、そこから先が難関です。とりあえず自動化の前に、一つだけ手動制作してみますかね。使う素材はガストの涙か。再生ポーションの材料になるんだっけ？そうですね、これで作れるのは再生ポーション。これはバニラにあるやつですね。そこから発展させていくのです。ということでグロウストーンを突っ込んで、再生のポーションレベル2に。これもまだバニラにあるやつですね。ここから先がモッドで追加されるポーション。まずはさっきのオーグメントを差し込みます。差し込めないんですけど。またガバか？え、なんでだろ。あ、この装置に差し込むものじゃなかった。別の装置に差し込むものだった。差し込みー。やっぱりガバじゃねえか。この装置に使います。フラクショネーティングスキル。いわば、上流器って感じかな？ポーションを上流するっていう、そんなイメージです。この装置にオーグメントを差し込んで、それからレベル2のポーションを投入します。すると。なんと、レベル3の再生ポーションができちゃいました。バニラの枠をついに超えたな。どのくらい回復するんだろうね。さらに、このレベル3のポーションを再度上流器で処理すると、レベル4のポーションができます。これがこのモッドで作ることのできる、最高級のポーションです。まあ、上流の過程で量が目減りするので、ちょっと損なんですけどね。再生ポーションのレベル4、使ってみようよ。わかりました。楽しみですね。ということで、ポーションをガラス瓶に注入。この光り輝くエフェクトが、強そう感を醸し出してます。ということで、いざ実食。おー、回復早い、んだけど、もうちょっと早くあって欲しかったという願望が。しかも代償として効果時間が非常に短くなって、すぐ効果が切れます。多分、効果時間を伸ばした再生ポーションレベル1の方が強いんだと思いました。まあ再生ポーションは期待外れだったけど、他にもいろんなポーションを作れるので、作っていきましょう。レベル4のポーション作成、ほぼ自動化できました。ほぼ、というのは、投入する素材を変えるだけで作り分けができる、という意味です。あ、そうそう、このメカニズムの液体を輸送するパイプなんですけど、レッドストーン信号で繋がる繋がらないの切り替えができるんですね。コンフィグレーターで設定して、信号を入力したら、この通り。こうすることで、流したい時だけ液体を流すことができるように。詳しいお話はしませんが、これもポーション制作自動化に役立てました。早く別のポーションが見たいよ。わかりました。じゃあ次は砂糖を入れてみましょう。砂糖は何ができるんだっけ？俊敏のポーションじゃなかったか？その通りです。今から作るのは、俊敏のポーション、レベル4です。ビュンビューン、ってなるね。ちょっとそれは期待できるな。最初は制作の過程をノーカットでお見せしましょうかね。ちなみに、レベル3を作る過程と、レベル4を作る過程は同じ装置でできるようにしました。装置の節約だね。レベル4まで完成したら、スイッチを切ってと、そしたら、ボトル詰め用の装置に搬入されるようになってます。はい、俊敏のポーション、レベル4ができましたね。飲んでみよ、飲んでみよ。はーい。これは、サラマンダーより、ずっと、早ーい。これは楽しいですね。うんうん、これは楽しいよ。散るのが楽しそうで何よりだぜ。エイペックスでオクタン使って注射器刺した時の気分なんでしょうね、これ。つまり俊敏のポーションは興奮剤だったということか。危ないお薬じゃん。マイクラのポーションなんて全部危ないお薬でしょ、知らんけど。さて、次も期待のポーションですよ。エメラルドを使います。エメラルドを使ったポーションか、どうなるのやら。ラックレベル4のポーションが出来上がりました。ラック、つまり幸運。そうですそうです。幸運がつくっていうポーションですよね、これ。幸運はエンチャントすらレベル3が最大だしな、レベル4は期待だな。しかもこの幸運ポーションの効果を、幸運エンチャント付きピッケルに上乗せしたら、どうなるんだろうって。おお、確かにそれは見てみたいかも。ですので、幸運3エンチャントの本を用意しました。あ、ちなみにこの装置はエンチャンターといって、素材を消費して好きなエンチャント本を作れる装置です。エンチャントガチャを回さなくてもいいのは便利なんだぜ。
では、エメラルド鉱石を、幸運3付きのツルハシ、幸運4のポーション効果付きで掘ります。ワクワク。効果時間は短いので急がないと。なら、鉱石を設置してから飲むべきだったな。あれ、これ、普通の幸運ピッケルで掘ってるのと変わらなくない？ほんとですね、変わってないや。これは残念。幸運効果は上乗せされないのかな。ちょっと実験のために、幸運のついてないツルハシで、幸運ポーションを飲んで採掘してみます。あ、増えてない。鉄のツルハシに持ち替えてみても、増えてない。これ、幸運ポーションの効果が全く出てないね。不具合なのか、何かが間違っているのか。こういう時はコメントに頼るのだ。コメントで教えてください、お兄様、お姉様。次はきらめくスイカを使いましょう。きらめくスイカって何のポーションになるんだっけ？回復？そうそう、回復。ですが、途中で効果を反転させて、負傷のポーションにすることもできます。今回作成するのは、負傷のポーションのレベル4です。ダメージ量エグそう。負傷のポーションの作り方は、まず回復のポーションを作って、それを発光した雲の目で、効果反転。あとはそれをレベル4まで上げるだけです。まさか、その負傷のポーション、飲むわけじゃないよね？もちろん、飲んでやりますよ。ああ、結末が見える見える。ほい、負傷のポーション、レベル4が出来上がりました。飲んでみましょう、美味しいのかな？絶対美味しくないぞ。知ってた。ちょっと時間が余ったので、もう一つポーションを作りますかね。牛の皮を素材に使うポーションです。これもバニラにはなかったな。このポーションはレベル2までしかないです。インカーネーション、という意味でいいのかな。なんか、そういうボカロの曲があったな。このポーションは、死んでもポーション効果が消えない、というもののようです。説明文を読んだ限りはですが。モンハンで言う、猫のなんとかなんとかだね。全然わかんないんですが。まあ、活用できる場面は少なそうな気がします。ポーション博物館に飾っているポーションも増えました。一応、下級のポーションもここには飾っていく予定ですので、裏作業でラインナップは増えていくと思います。そんなところで、今回はここまでにしましょうか。次回も新しいポーションを作っていこうかな。まだ未定ですけど。いかんせん何百種類もあるみたいだしな。たくさん作っていこうぜ。それじゃ、今回もいいねとか高評価とか、よろしくね。また次回をお楽しみに。あとスーパートで最終回を迎えたいところ。